はい、どうもお疲れ様です。本日10月28日深夜3時なんですが、ちょっとここまでのねドル円チャートを時系列で追っていこうかと思います。まずは10月27日木曜日の21時の時間帯ですけども、こちらの方でね、前回の動画で説明したように、この陰線と陽線の並び、この陰線と陽線の並びね、これが下落から上昇への転換を示しているというのはお知らせした通りです。そこからちょっとクローズアップして見ていきたいと思うんですが、この辺りを抜粋してねクローズアップしますね。はい、こんなような感じになってると思いますけども、だからこれがね転換を示しているよってことなんですよ。もうその転換をなぜ示しているのかってことは前回の動画でお知らせしましたので、ここではあえて言いませんけども、そうなるとですね、この2つが完成した後のこの上下にひげを出したロウソク足が確定した後、エントリーはここから始まるってことになります。でその分上昇しているこちらの利幅が取れてるわけですよね。以前これ含み益になってるわけですよ。はい、それでしばらく張り付いて見てみますと、10月28日の深夜3時にはこういう形になるわけですよね。この形もちょっとクローズアップしていきますね。こういうふうになります。でエントリーしたのがこのロウソク足、そしてしばらくは上昇していたんですけども、今度ねこの陰線が確定した時に上髭が長いでしょ。上髭の長い陰線ですから、これはここまでで一旦上昇が止まったかなというところで、この時間軸で一旦、利益決済をするわけですよ。そうすると決済した直後に同じような考え方のがいたんでしょうね。ぐーっと今度値段が下がっていきます。でちょうどエントリーしたこの陽線のところでこの下ヒゲが出て、下落の流れが止まったわけですよね。そして次の陽線では下ヒゲを出して今度は陽線になります。次の下ヒゲを出した陽線ができた時にもう一度ですねエントリーすることができます。そうするとこれ追撃って言うんですけども、こちらで投入したロットの半分でここで追撃するわけですよね。そうするとロスカットを食らってもここまでの確保利益の半分は残せるわけなんですよ。ですんで大体いつものオリガルヒの考え方だと半値で追撃するってことになります。そして上昇を狙っていくわけですよね。もう一回全体を見てみます。はい、こういうような形で転換していると考えているわけですから、今度は上昇トレンドに乗るというところでこっちの方向に向かう。ちょうどね W を書くような感じです。そして W は右辺が強いですから、今度ねこのネックラインを超えた時にさらに新しいロットで追撃できるわけですよね。でここで初心者の方とか自信のない方とか資金のない方はこれを抜けたことを確認してここで入ることができます。いかがでしょうかね。ここまでの動きはこのようになっております。であとはこれからのことなんですけども、ちょっとこういうニュースが入ってますね。ECB ヨーロッパ 0.75% 利上げが決定しました。物価高騰の抑制へということなんですけども、物価高騰ねまだまだ続くみたいですね。日本では感じにくいんですよ。日本でも物価が高い物価が高いっていう風に感じてらっしゃると思いますけども、ちょっと日本の物価高はねまだまだすごく甘くって、昨日ねアメリカの方からまた物価の連絡をしてくださった塾生さんがいらっしゃるんですけども、コーラが1本コンビニで買うと600円ぐらいですよっていう感じなんですよね。ちょっとさすがにびっくりしますね。600円だと、それは高すぎるだろうみたいな。あと中ランチにサラダをね、これもあとはコンビニで買ったらしいんですけども、これは2000円ぐらいで、今高くなってるんですよと。多分日本に行ったらアメリカに住んでる方むちゃくちゃ安いねって感じるぐらい の金利差らしいんですよね。だからその利上げをするってことはね、物価が上がるってことですから消費はかなり抑え込まれるんですよね。それでも消費欲は日本よりも旺盛です。で日本はまだねデフレ脱却をしていないという形で言われてますけども、
うん、まだまだ全然デフレで、物価は上がってるというほど上がってないんですよ。これ物価って相対的なもんですから、じゃあ、まあ、世界の主要各国が5の物価高を感じてるときに日本が1だと物価は上がってないっていうふうに見ないといけないんですけども、残念ながらね、日本にお住まいの方ほとんど海外に目を向けてないんで、足元しか見えないんですよね。まあそういうところでだいぶギャップを感じてるらしいです。じゃあそのアメリカはどうなんでしょうか。ニュースがあります、はい。米の7月から9月の GDP は 2.6% 増で、四半期ぶりにプラスになったんですが、消費は減速したままということで、うん、やっぱりね、こうやって商品がスーパーにいっぱい並んでますけども、高くて買えなくて、こうやってね、空のカゴを持って、眺めているお客さんがいますよね。いや本当にね、買いにくいらしいです、うん。まあ給料がなかなか上がらないのは日本もアメリカも同じなんですけども、ただ物価がですね、消費者を完全に置き去りにしてしまってるんですよね。あの、高すぎてガソリンが入れられない車とかもあるみたいですね、うん。やっぱね、全体的に豊かな人はそんなに困ってないのかもしれませんけども、そうでない層ってのが、アメリカも中間層が多いですからね。で、日本は中間層がちょっとスポッと抜けてしまったような感じなんで、苦しい人は苦しいまんま、うん、チャンスを探すこともなかなかできないというところになってるみたいです。まあ、こんな形ですよね。で、最後に材料をお話ししておきます。10月28日今日ですけども、15時半ぐらいに日銀のこの金融政策会合があるみたいですね。で、米アメリカの PC 物価指数はおそらく21時半ぐらいなんじゃないかなと思います。ということでね、午後から材料がこの2つがやってきますので、ポジションを持たないようにした方が賢明だと思います。はい、それでは本日は以上です。今回ですね、 FX オリガルヒの放送を一般公開にしてみましたけども、いかがだったでしょうか。このような形で毎日 FX をみんなで一生懸命勉強しております。この FX オリガルヒはね、オリジナル手法とか私の考えた独自の方法とかいうわけのわかんないものではなくて、単なるテクニカルに忠実に言ってるだけです。まあですんでね、テクニカル理論っていうと、どんな FX の本でも最初の方に書いてある基礎の基礎です。ですんで基礎を身につければ大体、勝率が4対6っていうんですかね、6割勝って4割負けるぐらいの、この差額の2割で勝っていけますよって、資産が増えますよって形になってます。オリジナルの魔法の手法ってのは全然入れてませんので、どなたでも学ぶことができて、いろんなところに、応用が効くというものになってます。それでは失礼します。